視聴者の皆、こんにちは。私は上白沢ケーネだ。このコーナーでは、機動武闘伝 G ガンダムに関するいろんなことを授業で教えていくぞ。ただ、話を聞くだけなのも退屈だろうから、グッズやクイズなども挟んでいく予定だ。ここでいいのよね。よし、来たようだな。それでは授業を始める。さて、第1回目のテーマは、ハイパーモードについて語っていく。ちょっとややこしい、ハイパーモード。そもそもなんだが霊夢、ハイパーモードと言われて何を浮かべた？ハイパーモードって言ったら、金色かな。そうだな。さあ、ゴッドガンダムのこの状態は、何というか知ってるか？そりゃ、ハイパーモードだけど、あっ。そう、ハイパーモードはゴッドガンダムの形態と、金色の状態の2つを指す。ではそれを踏まえて、この形態は何というかわかるか？うん。サナエは新ハイパーモードって言ってたけど、ゴッドガンダム、明鏡止水、かしら？正解だ、というか、この問題に決まった答えはない。どういうこと？そのままの意味だ。媒体によって名称がバラバラだから、これっていうのはない。ゴッドガンダム、明鏡止水、でもいいし、ゴッドガンダム、新ハイパーモード、でも正解だ。ゴッドガンダム、ハイパーモードの、ハイパーモードは聞いたことないが。ノーマルモードの状態で金色になってたらそう言われてた可能性もあったのかな。なくはないだろうが、めちゃめちゃややこしいぞ。ということで、ハイパーモードには2つの意味があるが、今回は金色の状態を解説していく。霊夢、なぜガンダムが金色になるか知っているか？あ、そういえばそこはアニメで語られてないよね。疑問にも思わなかったわ。これはモビルファイターの素材に使われているガンダリウム合金が関係している。正式名称ガンマ、ユニフィケーショナル、リマリウム合金、縮めてガンダリウム合金には特殊な性質があり、精神波による干渉を受けると発光するというすごい性質を持っているんだ。ちなみに、ドモンがシュバルツから渡された刀にもガンダリウム合金と似た素材が使われているらしいぞ。何よ、らしいって？いや、設定資料にらしいってあるからな。使われていると明言してしまうとデマのルフになりかねん。さて、ここでクイズだ。劇中で金色に変化したモビルファイターは何機かわかるか？シャイニング、ゴッド、マスター、マックスター、ドラゴン、ローズ、ボルトの7機かしら。正解だ。ちゃんとシャイニングガンダムを入れているな。ところで、なんでガンダムシティーゲルは金色にならなかったのかしら？これは投稿者も知らないようだ。 G ガンを知る前の小学生の頃、 G ゼネゼロに1話だけ G のステージがあり、なんでこのガンダムだけ金色にならないんだろうと思ったそうだ。ガンダムシピーゲルもガンダリウム合金が使われているから、問題はファイターの方にあるのかもしれん。金色になったファイターとシュバルツの違いか。うん、アンドロイドだからかな。私もその説が濃厚かなと思っている。ただ精神波を受け取れないとなると、そもそもガンダムが動かないんだが。さて、それでは劇中のハイパーモードを振り返ってみよう。一番最初に発動したのは23話、宿命の戦い、ドモン対デビルガンダムだな。劇中では真のスーパーモードと呼称されていたが、ファイター機体ともに金色に変化したため、あえて紹介するぞ。ドモンが死の淵に立った時、明鏡止水が発動、機体は金色となり、手も足も出なかったマスターガンダムを葛藤するほどのパワーを手に入れている。ここは投稿者の好きな回にランクインしてたわね。ちなみに6話、戦えども地球がリングだ、でも機体は金色になっているが、あれはファイターが金色ではないため除外とした。あの演出はバトルモードからスーパーモードに変わった時、最強のモードに変わったと子供に分かりやすくインパクトを与えるためと監督は答えているな。詳しくはレーザーディスクに収録されたインタビューを見てくれ。次は35話、決着の時、高熱マシンガンパンチだ。分身殺法、ゴッドシャドウの回ね。ここではゴッドガンダム、ガンダムマックスターともに少しだけ金色に輝いていたな。高熱マシンガンパンチを打つ際には機体の色は戻っていたが、チボデイとドモンは金色のままだった。次は36話、騎士の誇り、奪われたガンダムローズだ。ゴッドスラッシュ、タイフーンの回ね。この回ではガンダムローズがハイパーモードとなるローゼス、ハリケーンを破られ追い詰められたジョルジュだったが、全てを捨ててでもドモンを倒すという気迫がガンダリウム合金に反応し、ハイパーモードが発現する。こちらはマックスターの時と違い、ずっと金色だったな。
次は37話新流星胡蝶剣燃えよドラゴンガンダムだ。左のゴッドフィンガーが出る回ね。こちらは前の2人と違い、必殺技の時点で銀色に輝いている。両腕をもがれ連発刀を切られ追い詰められたが、息子よ最後まで諦めるな、見守っているぞと父の言葉が聞こえ、気力が膨れ上がりハイパーモードが発現。少林寺最高奥義である新流星胡蝶剣を使用し白熱ゴッドフィンガーを破壊したが、続いて38話ドモンタイアルゴ突撃ボルトガンダム。ゴッドフィールドダッシュの回ね。この回ではまずボルトガンダムとランバーガンダムのファイトから始まり、炸裂ガイアクラッシャーを使う時に金色になっている。この時ドモンはボルトガンダムを見て、まさかあれはハイパーモードと発言した。以前ドモンはチボデイに生身で高熱マシンガンパンチを受けた時にも、やつも自分のハイパーモードを得得したようだと言っているため、ドモンはハイパーモードをガンダムの強化形態というよりはファイターの新たな境地として考えていそうだな。そしてついにドモンとアルゴの決着の時、ガイアクラッシャーで出てきた岩をゴッドフィンガーで突き進むドモン。ボルトガンダムの頭部を掴み勝ったと思ったが、アルゴは頭部を掴まれながらもガイアクラッシャーをゴッドフィンガーに叩き込む。これはスパロボ MX でゼロ距離ガイアクラッシャーとして使えたよね。次は39話と行きたいが、ガンダムが金色になっていないため割愛させてもらう。だいぶ飛んで42話教習してんのガンダムヘブンズソード。ちょっと待った、あ、ヘブンズソードのことならお任せあれ。いや今回はハイパーモードの解説なんだが。まあまあ、じゃあ解説しますね。ゴッドフィンガーのエネルギーを吸収したヘブンズソード、その強さでドラゴンボルトをボコボコにしちゃいます。ですがこの2人が死を覚悟したことにより新流星胡蝶剣で墜落しそうになったところをグラビトンハンマーで絡め取られ、ヘイローフラッグが突き刺さりフライドチキンにされちゃいましたと、このようにデビルガンダム四天王も倒せるほどハイパーモードは強くなるんです。では私はこれで。本当にヘブンズソードの話だけして帰ったわね。うん、まあ次に行こうか。次は45話さらば師匠マスターアジア暁ニシスだ。これは有名すぎてもはや説明するまでもないが、グッズと共に紹介するぞ。互いの技をぶつけ合うドモンと東方腐敗、決着は流派東方腐敗の最終奥義赤破天強剣によってつけられることに。マスターガンダムも最初で最後のハイパーモードを発動させ、2人の気力が完全に高まった時、互いの赤破天強剣がぶつかり合う。押され気味のドモンだったが、東方腐敗の激励にも取れる言葉により立ち上がり、伝授された最終奥義を発展させた技赤破天強ゴッドフィンガーで東方腐敗を撃破した。次は48話地球 SOS 出撃ガンダム連合。グランドマスターガンダムの回ね。フルパワー赤破天強剣が効かず打つ手がなくなったと嘆くドモン。しかしそこに死んだはずの東方腐敗や教授たちが現れ、ドモンをもう一度奮い立たせる。それに感応したようにシャッフルの4人も復活し、白熱シャッフル同盟剣を放つ。ここの紋章が重なる演出いいよね。最後はゴッドガンダム大勝利希望の未来へレディーゴーだな。と言ってもラブラブ天強剣のとこではないが、あれじゃあどこだっけ。グランドマスターガンダムを倒し中枢部に向かうども、その途中でデビルコロニーの体内に閉じ込められてしまう。再生し続けるデビルガンダムに地球を守るガンダム連合もやられていってしまう。ダメかと思われた時、ドモンのガンターアームの叫びとともにハイパーモードが発動し、その衝撃波で取り付いていた触手を跳ねのけ脱出することに成功した。そういえばそこ一瞬ハイパーモードになってたね。ここの叫びはほんと何回聞いてもついかっこいいって声が漏れちゃうわね。さて今回の授業はここまでだ。グッズについてはサナエがいずれ紹介してくれるだろう。それではバイバイ。